試しください。こちらをマヤさんにプレゼントします。いざという時に使ってくださいね。マヤはトマソンからキメラの翼を1個受け取った。10個ぐらいくれよ。ってことで出発。あおーって言われても神いかんねやけどな。いろいろなクエストができるようになった。アバウト。メインクエストを進めよう。とりあえずメインクエストからクリアしてみよう。余裕があれば他のクエストもやればいいお宝が手に入るかもしれないぞ。ふんふん。メインクエストは本格的なお宝探し。列車で周囲の島々に行けるようになった。埋められたたくさんのお宝を探しに行こう。どこかの駅で降りてお宝コンパスを使ってみよう。めっちゃふわっとした感じなんやけど、なんか結構いっぱいあるな。まあ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 。なんか、何やっけ。素材とかいろいろ集めようときに、この中で出てきた名前あった？スバイザ草原ってなんか聞いたような気がする。何旅人クエストってそんなんもあるんや。とりあえずじゃあこれでちょっと行く場所決めようや。どこでもいいんやろ多分。知らんけど。トマソンから世界中の駅の復旧を頼まれた。駅を復旧するため、ツバイザ草原島の鉄道に詳しいものと話そう。これ行こうや、これこれ。はい。耳寄り情報だブ。冒険の目的の設定について。冒険の目的には、クエストの中から一つだけ設定できるぞ。フィールドにはマークが出て冒険しやすいので、進めたいクエストを冒険の目的に設定してみよう。じゃあ、ここ行こう。あ、これやっけ。ぴったり度とは、駅の行き先一覧では島ごとのぴったり度を確認できるぞ。ぴったり度が高いほどお宝が見つけやすくなるので、数字が高いところに行ってみよう。ぴったり度は各島のお宝占いと連れている仲間モンスターの探せるお宝が一致しているほど高くなるぞ。各所にどんなお宝が隠されているかはミューシャとトンブーが教えてくれるぞ。狙ったお宝があるかチェックしよう。ふんふん。これか、ツバイザ草原とパタニ湿原。なんか結構あれか、低いな。ってことはこっちの方がいいんかな。 50% なんかこっちも 50% ノズ山ん？パスカル島ノズ山って行ったところか。じゃあ違うところ行った方がいいよね。クフィ砂漠島、これに行こう。じゃあはい、出発します。良い旅を。でも砂漠とかよりも草原の方がなんか初期っぽい感じするけどな。ね、なんか砂漠とか火山とか、なんか中盤ぐらいから出てきそうじゃない？フィールド上のびっくりマークアイコン。フィールド上で見えるびっくりマークの場所では何かが起こりそうだぞ。行き先に迷ったらびっくりマークの場所に行ってみよう。ってことはちょっと待って。さっきの、どこだ？これか？クエスト、さっきの消しとこ。これ消せんの？あ、消せるよね。はい、外します。で、今、クフィ砂漠島の鉄道の復旧、これやね。オッケー。ターミナルが復旧したのか。あ、あれとは別の人か。あれ、トマソンさん？おう、そなたが前やらな。車掌のトマソンより話は聞いているぞ。列車の運行が途絶え、この砂丘の駅は長らく放置されていたのだが、ターミナル駅が復旧されたことでこの駅も再起動がかかったようだ。私はアビエン。アビエン、なんかちょっとおじいさんっぽい感じやね、声が。かつてはこの駅の車掌をしていた。カンパニーが落ちぶれた後、私が辞めてからだいぶ経ったが、復旧の噂を聞いては黙っていられまい。この駅の管理は私に任せたまえ。あ、復帰してくれたんやね、ありがとう。私からそなたにお願いがある。この地にある他の駅も復旧してほしい。もちろん礼は用意しよう。うん、やりますよ、そりゃ。やってくれるか。そなたならばそう言ってくれると思っていた。クフィ砂漠島には、ここの他にオアシスの駅と風岬の駅があるのだ。廃駅を見つけたら、エキボットという私たちの同じ姿をしたマシーンに話しかけ、彼の求めるものを収めてくれればよい。二つとも復旧できたらここに来てくれ。エキボットがこれを求めるかもしれない。駅の復旧に必要だと思うから差し上げよう。おー、ブラドコーツ。もう普通にくれるんやね。最初のやつだけ？
探しに行ったのは。それでは2つの駅が復旧したら改めて礼をしよう。それでは頼んだぞ。でも1駅につき1個じゃないに違うんかな。そういえば地上に降りたいならそこのエレベーターを使うといいぞ。耳寄り情報だブ。駅の復旧について、世界各地には動かなくなった駅が残されている。本部と同じように駅を復旧してみよう。復旧した駅には列車で素早く移動できるようになるぞ。いいね、行動範囲が広がる。てかなんか近くに宝物があるのか。あ、なんかマークいっぱい出たんやけど。お、なんかゲット、魔力の粉。一応こういうのもね。これか。え、これじゃないな。いや、これか。どこなの？これ危険。死ぬんよったよね、そういえば。すぐ近くにお宝が。隠されたトレジャーのすぐ近くまで来ると、仲間モンスターや自分に印が現れる。L プラス B でモンスタービジョンを見られるぞ。あ、死んではない。え、ありがとう。誰かホイミ使えるの？あざっす。びっくりした。なんか攻撃されるんかと思った。あっしはアビエン。アビエンってさっきの人じゃなかった？違った？ああ、そういうこと。あっしはアビエンさんの元部下でしてね。カンパニーに復帰すると聞き、ついてきやした。いやー、またここで働けるとは。あんたには感謝しますぜ。ほうほうほう。いいやん。フフィ砂漠島の鉄道に詳しいものと話す。え、なんか誰かおる。てか、ここからめっちゃ近いんか？間違えた、間違えた。下ろして。あ、もう本当にこの辺りなんやね。砂丘の駅に隠されたお宝。何あれ、どういう視点、怖いんやけど、真ん中。なんかサボテンの近くやね。でっかいサボテンがあって、ちっさいサボテンが。どこだ？え？え、どこ？この辺？あ、この辺じゃない？これやない？これやろ。ほらほらほら。掘るぜ、掘るぜ。イエーイ。50万ゴールド目指すんやったよね。これは何だろう。お、レベルアップ。あ、なに？お宝ゲットするのでもレベルが上がるんや。へえ。これは何？道具屋さん？この店はずっと閉めてたんだが、また列車が動き出したって聞いてな。客が来るなら店を開くしかねえだろ。早速仕事に入らせてもらうぜ。情報が早いんすね。いや、いいや。いいや、いいや。んで、あとは、あ、体力満タンになっとるやん。え、レベルが上がったけんってこと？これダッシュできるっけ？あ、違う違う、やめてしまいたい。ダッシュはできんのか。何これ、ロマン技？何ロマン技って。なんかいっぱいいろんなんおるよ。ひぃ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 。まあ、こうやってどんどん行く場所を広げてって、行く場所を広げていって、いろんなモンスターをスカウトせんといかんのよね。あっちの方向に。なんかその辺によるさ、このオイリーハンドってやらも、このオイリーハンドってやらもさ、うえい、やめてよ、近づいてこないで。仲間にしたいんだけど。あれ、今一体倒したのか。あ、倒してなかった今。に向かっていっ、イエーイ。で、素材とかもいっぱい取っとかんと、あれよね、でもそのスカウトした子たちを全然連れて歩けんけん。仲間にすること、マーブルスライムやって。
なんか模様微妙やな。結構微妙やな。あれスカウトできんかった。微妙って言ったけんか。微妙でもいいんで、ちょっととりあえず一旦仲間になって。後で仲間にする。オッケーオッケー。はい、了解です。どこに行けばいいんや。こっちか。なんか下降りられそうやね、この辺から。なんかま、え、なに。あ、お宝が近いっぽいけど、どこだどこだ。まだ遠そうだな。まだ遠そう。こっちかな。この辺上がってく。どこだどこだ。お、近いぞ。お、結構近くなったっぽいぞ。すぐ近く。どこだどこだ。見つけた。どこや。レプト砂丘に隠されたお宝。なんか、よくわからん。壁際にあるな。どこだよ。この辺か。え、おっと、これか。あ、さっきまでの感じやったら絶対見つけれんかったやん、これ。この辺のは、値打ち物だな。値打ち物？マジで？なんか武器っぽいのゲットしたよ。耳寄り情報だブ。お宝を運べる数について。手に入れたお宝は仲間モンスターが運んでくれるぞ。モンスターごとに運べるお宝の数は決まっているので、パーティー編成の時に注意してみよう。あ、こうなんや。で、その辺のはさ、どこで確認すればいいんやろ。普通に駅で確認みたいなの言ったよね。よく聞く分。ジャンクについて、この世界のお宝にはお宝コンパスを使って探す隠されたトレジャーと歩き回ると発見できるありふれたジャンクがあるぞ。見つけたらどんどん拾ってみよう。ふんふんふん。ジャンクはお宝コンパスに反応しないが、近づくと仲間が青い宝箱マークで教えてくれる。ミニマップにも場所が表示されるぞ。あ、この今表示されてるやつがそうってことが。なるほど。あ、これや。あったあった。なるほどね。パッと見でわかる。これがジャンク。じゃ、さっきまでの2つはトレジャーなんやね、ちゃんと。いいやん。鑑定しようや、鑑定。これは何だろう。今のは何なんだろうか。とりあえず、あの風の流れがあれか、変えれるやつか。ちょ待って、飛ぼ飛ぼ。とりあえずこれで飛んでか。全部で6つまでしか持てんってことか。あれ左上に出とるのがそうってことやろ。ここから変えれるんかな、駅に。ドラキーすごい気が抜けるんやけど、やめてくれんかな。これ今のところさ、キラリンしか宝物持ってないんやけど、他の子たちもいけるん。ここからやな。ここから。おい、登らせてくれよ。全然登れないんすけど。こっちからか。よし。はい、ここで。え、ちゃんといけるこれ。どこにつながっとる。あ、なんか宝箱あるよ。ほら。ここに来るためにやったんか。何言ってるかな。ダークライスのレシピ。守備力がアップし、MP が自動で回復するシャドウ族の好物料理が食堂で作れる初級のレシピ。レシピについて。レシピを手に入れると本部の食堂や弾丸屋で新しい料理や玉を作れるようになるぞ。レシピは商店や駅の売店で売っていたり、フィールドに置かれた木箱の中に入っていたりするので、見つけたら食堂や弾丸屋に持っていこう。あ、持っていかんといかんので、あれなんやね、あのオークがしよったお店は売店なんやね。なるほどなるほど。駅の売店なんや。駅はあれなんかな。まあ、とりあえず行こう行こう、戻ろう。
駅に直接はちょっと飛べんみたいやったけん、どうやって途中で降ろしてもらえるんやろ。よし、とりあえずこれで50万目指して行くぜ。これはこのここの駅でも調べれるん？違うっぽいな。ん？ここじゃなくて普通に帰らんといかんってことかな。そういうことか。それともこっちに何か。いや、ないな。じゃあやっぱ戻らんといかんのか。帰って鑑定する。うん、帰って鑑定って言うわ。帰ります。ただいまー。お宝はどうでしょう。早速お宝を鑑定しに行きましょう。リシシ、なんだろう。どう？あ、あれ服か？いやね、なんか踊り子の服っぽい感じ。踊り子の服やった。23万やって。踊り子の服、ある民族が踊りを見せるときに着る伝統的な衣装。そしていいじゃん。ホーリーランス。あ、これもう行ったよね。42万5千。特殊な金属から作られ、聖なる力を秘めた槍。こういうのね、実際に装備して戦えたらいいやんな。物干し竿。あ、それでも1万9千はあるんや。家庭で使われる普通の物干し竿。こんな感じ。ホーリーランスめっちゃ良かった。鑑定とは、持ち帰ったお宝を鑑定すると名前や鑑定価格が明らかになるぞ。すでに持っているお宝と同じお宝を手に入れると自動的に品質の高いお宝に入れ替わるぞ。ふう、より品質の高いお宝を探し出そう。品質があるんや。全部普通やね。お宝発見数ボーナス21で 14% プラス。あ、それで金額もアップするん。やった、イエーイ。もうクリアよ。お疲れ様でした。こうして鑑定することで初めて価値がわかるのです。それにしてもお宝の鑑定のために毎回駅まで戻るのって大変ですよね。あ、出張サービス始めてくれる。そんな時にはキメラの翼が便利です。なるほど、来てはくれんのやね。早く帰ってくる方法を教えてくれるんやね。お宝を持ったままひとっ飛びで帰れるのです。お試しください。こちらをマヤさんにプレゼントします。いざという時に使ってくださいね。マヤはトマソンからキメラの翼を1個受け取った。10個ぐらいくれよ。キメラの翼、遠い昔に絶滅したというとあるモンスターの翼。お宝を持ったまま拠点まで移動できる。使ったらなくなる。え、何、どういうこと。この世界キメラおらんの？そういえば皆さんの団の成長のために日課クエストというものを用意しました。日替わりで更新される小さな課題です。デイリーね。達成したら心ばかりのプレゼントもあります。ふんふん。お願いします。達成したらあの掲示板を調べてご報告を。ぜひ団の成長に役立ててくださいね。了解です。日課クエストができるようになった。後で掲示板を調べてみよう。さて、この調子でお宝を集めていけばこの団もぐんぐんと大きくなりますよ。そうしたらきっと道も開けるはずです。まずはお宝をどんどん集めましょう。クエスト、お宝を集めて団を大きくを冒険の目的に設定しますか。あ、メインクエが進んだってことか。これお宝を集めて団を大きくを設定しました。クエストリストのメニューから変更できます。トレジャー総額アップ。何、ね、なんでアップしたん。え、めっちゃ増えたけど何。ランクアップ、ランク2、ひよっこお宝ハンター団。おお、ランクが上がりましたよ。ふんふん、仲間の派遣ができるよ。派遣もできるんや。へえ。なんかアプリのゲームで結構そういうのあるよね。ランクボーナス、仲間を派遣できるようになりました。指導員ジャネマに話しかけて団の仲間たちをいろんな場所に送り出そう。ふんふんふん。
耳より情報だね。ダンランクとトレジャー総額。お宝をたくさん集めたり価値を上げたりしてトレジャー総額を目標値まで貯めるとダンのランクを上げられるぞ。ダンのランクが上がるとコインを装備できる数が増えたり、お宝の鑑定額にボーナスがついたりなど便利になっていくので、たくさんのお宝を集めてダンランクを上げよう。うんうん。今が115万か。目標が400万。まだまだやね。何これ、暖気の変更。いや、できんやん。そのうちなんかいろいろ出てくるってこと？どうした？お、カミヤ。戻ってきたか、マヤ。ちょっと話があるんだが、いいか？俺だけ何もせずここで留守番してるってのもつまらなくてさ。まあ、そうよね。もう我慢できねえんだ。やっぱり俺も冒険がしたい。あ、交代する？だから余ってる団員のモンスターを連れて冒険出ることに決めたからな。あ、勝手にってこと？派遣の方か。こんなこともあろうかと、社員寮のところのジャネモさんにあたいが頼んどいたわよ。派遣というのが可能だそうよ。後で彼に話を聞きに行ってみて。わかった。それはレベルもちゃんと上がってくるんかな。モンスターの派遣ができるようになった。指導員ジャネモに話しかけてみよう。